皆さんおはようございます。ここは群馬県高崎市サマーハウス翔太の間です。孫の翔太が今朝日を描いてますね。お、いいよ。今よく方向を見て色を確認してますね。全部塗りなさいよ、色ね。でお父さん起きたら見せなさい。お父さんずっと寝てるから。ずっと寝てるっていいの、お父さん。翔太まだお仕事するの、これから。この間旅行行ったのどこ？ここかな。違います。甲子園じゃないし。違います。よく考えて。どこだ？日本はどこ？日本。日本、日本はここだと思うよ。これ。ここ日本じゃないの？東京。はい。沖縄は？ここだよ、沖縄。ここ。ここ。意外と小さい。あ、だからちょっとしか行かなかったんだよ。地球はね、広いんだよ、ほんと。ね。くないの？だから今度はね、全部ぐるっと回んなくちゃ。大きくなったらね、うん、まあ今まだね小さいからね、あの全部回れないけどね。翔太、そのお花なんて花？パンジーかな。あ、パンジーって花ね。今度来る時はまた咲いてるかもしれないよ。うん、ね、でそれやったら今度水をやってね。うん、ここで、花壇の植え替えも終わったところで、香織さんからいただいた長生きのお茶を飲んで長生きしましょう。時間は8時15分。あともうちょっとしたら洗濯物干してこれから出かけましょう。そんなお茶飲めないよ。皆さんこんにちは。今日は11月1日すっかり秋めいてきましたね。この晴天のもと我々はこれからガソリンを満タンにして、妙義山というとこ行きますね。ここがあの群馬で有名なガソリンの安売りの店、まんじゅう屋ですね。ガソリン1リットル140円、税別だから150円ぐらいかね。まあともかくそれはそれとしてね、まあともかく入れていきましょう。少しだけ心が擦り切れてきたから、一人で夜明けにこの街飛び出す。僕だけの時間を無駄遣いしながら、時計を忘れた旅でもしようか。道連れなんかいらない、
たわ。いつこの空の下銀色のさざ波果てしない海原広がる夕映え心も染まるよ。一人でも生きれる二人ならなおいい。愛しいあなたに手紙でも書こうか。時刻表などいらない、気まぐれだよこの旅は。明日はいつこの空の下。道連れなんかいらない、歌が一つあればいいさ。明日はいつこの空の下。明日はいつこの空の下。会長に妙義山に向かってますね。広見櫓ですね。昔火事になった時あれでカンカン鳴らしました。はい、行ってください。どうしたの。なんか事故。これは訓練放送です。訓練だって。何じゃそりゃ。防災富岡です。訓練か。訓練だって。防災の訓練だよ。あれがね、チロン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 ってなってたもんな。あれがね、高速道路だよ。なんで高速道路でこんなになるのさ。高速道路の下をくぐってね、いよいよ妙義に行きますね。ちょっと見てほらね、山ああいうんだよ。中国の山と同じだよ。大人になったら行きたかったら連れてやるけどね。それではこの高速道路の橋をくぐっていよいよ妙義山に行きますね。いやー空は青いですね。これをコバルトブルーって言いますね。すごいですね。これ県道47号線だって。おー、あー、ここもいいとこだね。見てください、見てください。このね、稲をね、燃してますよ。ね、本当はこれやっちゃいけないんですよね。ね、お前許してあげましょう、田舎だから。いやー、ね、すごいですね。皆さん、これが妙義山ですよ。わかりましたね。鹿児島の山みたいだな。ちょっと鹿児島の、皆さん、もう妙義山ね、紅葉し始めましたよ。早く来ないとね、行っちゃうよーってなっちゃいますよ。この美しさね、なんでもね、あまり真っ盛りよりもね、その黄色くなり始め、紅葉のなり始め、これがまさにね、人生でいうと青春ってもんなんですよね。おじいちゃんおばあちゃんってから見てもね、あまり綺麗じゃないでしょう。失礼しました。ね、実際そうなんですけどね。若者の美しさ。
ですよね。この青い中に赤くね紅葉してる、この姿が美しいですよね。で、新旧対比って感じですね。そしてこの道端見てください、落ち葉が落ちてますよ。おいいですね、この光も ね、こういうのが絵に描かれていいですね。ぜひ皆さんも宮城さん来てください。今始まったばっかりですけどね、あまりの景色にマウンが見たいというので見せることにしました。いやいいですねこの景色。翔太さんどうですか？すごくいい。感動しちゃうね。はい、じゃあお父さんと記念写真撮りましょう。はい、こっち行って。まず。ちょっと怖い。はい。じゃあほら。撮るよ。はい。怖い。はい。こっち見てください、太陽の方。はい、撮りますよ。はい、ちょっと待ってね。すごい。うわー。おー、いい松だね。中国みたいでね。まっすぐ行くんだよ。こっち左行くとね、魚の村行くんだと思うよ。今日は普段の日だから混まなくていいね。あ、じゅんさん危ないからね、横断歩道渡った方がいいって書いてあるよ、地下道。さあ行きましょう。はい、行くよ。危ないから、はい、行って行って。そうだ、降りちゃうよ。いや、お客さん随分重装備ですね。ヘルメット持ってるんですか？そうですか、はい。あ、お坊ちゃん気をつけていくね。おじいちゃんは行かないの？行きます。方向は、あ、調べなくてもちゃんと矢印が書いてあるよ。第四石門670m だって、あ、こっちだ、こっちこっち。さあ行って行って行きましょう。行くよ。はい、こっち見て。親子で第四石門描いてるようですね。いい光景ですね。よかったね。お、こちらのお坊ちゃんだいぶ描いてますね。よく色を見てますね。偉いですよ。お父さんも描いてますね。こういう景色なんですよね、皆さんね。危ねー、ここを拡張しないと危ないところだって。こんにちは。絵描いてんの？お父さんと絵描いて楽しい？うん。じゃあね、あそこにね、カメラがあるからね、記念にちょっと見せてあげて、カメラさんに。はい。見てくださいって言うんだよ。だから おじさんが見てあげよう。これお父さんの。お、いいね。ちょっといいな。はい、2人でカメラ見たらどうですか？はい、よく映ってますね。まあ途中だけどね。はい、じゃあ。はい、翔太さんよく頑張りましたね。頑張ったの？絵が
あ、そう、絵が一番疲れた。しかも絵を描くために来たんでしょ。そうだよ。だから一番面で疲れたんだ。あ、そっか、いい絵描いたね。はい、それでは妙義さんにさよならしましょう。大きな声で、せーの、さよならそれでは、これから、この遊覧道路を通りまして、富岡にあります迎賓館という富岡では一番有名な中華料理店へ行きますね。実は何を隠すと、そこはですね、私、信夫と幸恵さんがね、高崎の調理師学校というところを昔行ってましてね、そこで中華料理を教わったね、切り星さんという人のうちなんですよね。で、奥さんはね、何かうちの幸恵さんとね、同級生だったらしいですよ。それでそのおじさんね、生徒さんとね、結婚したというね、人なんですよね。悪い人ですね。どんな悪いおじさんか、行ってみましょう。それでは、妙義山の帰りに、かつて、純が通った富岡高校の隣にあります、富岡で有名な迎賓館という中華料理店、これから伺いたいと思います。ランチやってます。だった、あ、どれ、ビールもやってんだ。こんにちは。はい、翔太さん、妙義さんに説明して。どれですか、妙義さん。聞こえません。